はい、こんにちは。今日はですね、ちょっとなんかこういつも恋愛心理学とか脳科学とか、いじめのこととかっていろいろお話をさせていただいてるんですけど、なんかちょっと僕自身のですね、YouTube チャンネルを見てると、ちょくちょくですね、ちょっと昨日おとといと見かけるようになったので、僕もちょっとそれに便乗というわけじゃないんですけど、改めて感謝を伝えたいなっていう方が一人ですね、いらっしゃるので、その方に向けて、もし万に一つでも機会があるなら、ぜひこのメッセージ届いたらなっていうふうに思ってお話をします。で、誰かっていうと、メンタリストの DAIGO さんですね。今年のですね1月くらいから DAIGO さん の、 ニコニコ動画の方のチャンネル登録をしまして、ニコ動の方をこう弟子と呼んでるんですけど、一応僕もですね弟子で、120分とか100分くらいの動画からですね、もう本当にそれこそニコニコ動画で上げ始めた頃のやつを見てですね、ちょくちょくですね皆さんの前でお話しするのも、やっぱりその一部なんかを抜粋したやつっていうのは、こういったノートとかにですね、これまだノート一部なんですけど、7、8冊くらいですかね、ノートにこういろいろ散りばめたりして、こうやってトレーニングとかですね、モチベーターになるとかっていうのとか書いたりしてるんですけど、非常にですね、個人的に心理学とかっていうものに興味があって、でメンタリストとかっていうのもやっぱりテレビとか見てたら、かっこいいな、すごいなとか思いながらですね、非常に勉強させていただいてまして、で去年の6月くらいに、僕何回か動画でもしかしたら話したことがあるかもしれないんですけど、病院にこそ行かなかったんですけれども、やっぱり症状としては、ほとんどうつ状態みたいな、病院に行ったらちょっと最終負けだなみたいなところ、意味のない根性論みたいなところがあって、でのらりくらりとですね、ギリギリのところ耐えながらですね、12月に自殺がちらつくことが3日4日続いたりとかっていうのがあったりしたんですけど、そこからですね、奮起して、1月に入ったくらいから、ちょうど YouTube の方で DAIGO さんのチャンネルを見つけて、話を、5話6話とですね聞いてて、非常に勉強になるのは面白いなと、こういうやっぱ心理学とかっていうのを極めたいなとか、科学のこともやっと勉強したいなっていうふうに思ってですね、でニコニコ動画の方にも参加をさせていただいて、で勉強をして、1月からなのでもう10ヶ月経ったんですかね、ちょっと仕事の方もなかなか忙しくて、休みの日にまとめて動画を見るくらいしか今ちょっと勉強をさせていただく機会がないんですけど、ジム行ったりするとランニングマシーンで20分から40分くらい走るんですけど、その間はですね、DAIGO さんのチャンネルっていうのを、YouTube は見れるのマシーンなんで、それをこう5分とか10分とか15分とか20分の動画をこう見ながらですね、運動したらこうね記憶力が良くなるとかっていう話とかもあったので、それをまさに DAIGO さんの動画を使いながら実践させていただいているというところがあって、で結局何が一番その勉強になったかっていうとですね、いい意味でのその人間関係とか職場関係とかっていうものに苦しむっていうことが一切なくなったっていう話ですね。時折やっぱり人間関係とかお客さんとかのところで行って、ちょっとしんどいなっていうふうに思ったりするんですけど、DAIGO さんそういえばこういう教えしてくれてたのか、サイコパス式スルーとかっていろいろこう教えてくれたりとかしてたところがあったんで、それをやっぱり実践することで自分の心がですね少し軽くなったかなと、引きずりすぎてすり減ったかなっていうですね、FF7 のクラウドのセリフを借りると、本当にそんな感じで、引きずりすぎてすり減って自分の心がどんどん軽くなっていた。でそのきっかけを出てくださったのがメンタリストの DAIGO さんというようなところでして、本当に万に一つこの動画が DAIGO さんの目に届くといいなというのも思いますし、本当にチャンスがあるならいつかどこかで直接お会いしたいなとも思ってるんですけれども、多分眩しすぎて直視できないだろうなって個人的には思うんですけど、で何よりもですね、一番なんて言うんでしょう、こう学びになったとか気づきになったっていうものではないんですけど、こう探し当てることができたっていうのが、DAIGO さんご自身がその8年間いじめにあったっていうお話を普段結構よくされてるじゃないですか。で僕自身もですね5年間のいじめにあったっていうのがあって、でこういろいろニュースで自殺しましたとか、最近出た東妻小学校での教員同士のいじめがありましたみたいなことがあったりした時に、やっぱり何かしらそのいじめっていうワードが心のどっかで引っかかってたんですよね。で DAIGO さんのそういう話も聞いたっていうのもあって、
やっぱりこういじめをなくすことは個人的にはできないなっていうのはずっと思ってるんですけど、やっぱりでもいじめを受けた本人がそれに対して、まあ、いじめそのものとかいじめてくるやつらに向かって立ち向かっていく力っていうのを身につける、まあ、そんなきっかけとか入り口まで引っ張っていくっていうことはもしかしたら僕でもできるんじゃないかっていう、まあ、いじめに対して何かしらの働きかけをするっていうですねことをまあ生涯かけてやっていこうっていうふうにまあ決意をすることができたっていうのは DAIGO さんの動画の結果、DAIGO さんがいろいろと教えてくださる中で、まあ、ヒントたくさん与えてもらって、で、まあ、結論を一つたどり着けたっていうところがあったので、まあ、本当に心の底から感謝している方の一人ですね。はい。なので今後もですね、DAIGO さんいろんなまあ、ご活躍もされていて非常に多忙な方ではあるんですけども、そんな中でやっぱり一日数本も YouTube をきっかけはじめ動画上げていただいて上げられてて、でニコニコ動画にも動画上げられてて、でもそこをですね欠かさずチェックしながら自分を勉強させてもらって、でやっぱり自分がこれをやりたい、これをやろうと決意したことをですね実現していくために今後もですね精進していきたいなというふうに思ってます。まあ今日は誰に向けてって言ったら本当にメンタリスト DAIGO さんに届いてほしいという一心でですね動画を上げさせていただきました。普段こんなテンションであんまり喋らないので今日はどうしておとなしいなっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、心の底からですね感謝してる方なので、まあたった1分とかでもこの思いというか言葉がですね届けばいいかなと、届いてほしいなというふうに切に願うばかりです。ということで、また明日から通常運転で恋愛心理学とかいじめについてとかですね、あとはまあ身の回りの生活がより良いものになっていくためのまあ知恵知識みたいなところですね、皆さんと共有しながら一緒に頑張っていく動画をですね上げていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それでは本日は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。